名月やたごとに月の五六十、水を張った棚田、一つ一つの田んぼに美しい月が映り込む。正岡子規が詠んだその光景は新潟県十日町市にもあった。棚田が多い三ヶ村の近くでは、たごとの月を眺める習慣が残っているそうだ。自然のダムといわれる棚田は、一旦放置されると土砂崩れなどを引き起こす恐れがある。それを解決する取り組みを始めた鹿島技術研究所サステナブルソサイティラボの山田は語る。ドローン使って肥料をまいたりとか、あとはロボット草刈り機っていうものを使って、もしくは水管理が大変なのでスマートフォンを使って水の出し入れが管理できるような、そういった技術開発をやってます。棚田の維持管理にきっと鹿島スマート生産のノウハウが役に立つはずだ。この棚田も棚田に映る月もずっと守っていきたいと思ってます。日本の原風景を残していくために、100年を作る会社鹿島。